石川達之は、鳥取県百合浜町在住のシンガーソングライター、講演し、消防局に勤務しながら、2001年にアルバム、小場島を、ハワイ笑い歌村塾名義でリリースし、NHK 全国、テレビニュース、日経新聞全国版など、各メディアで取り上げられる。2011年3月に32年間勤務した、消防局を早期退職し、 同年日本メンタルヘルス協会の基礎カウンセラーの資格を取得。各種イベントでの歌と心がテーマの歌入りの講演などを行っている。梨の歌、ラッキーハッピーライフ、鳥取牛骨ラーメン大麺か特急朝サ白をい、光集めて、ホームにて仲良し温度夏祭り思い出里帰りすべてのラブソングが、校庭は彼の歌、鬼門から心臓と変疑門。 自動車教習所編疑問怒りの教習所、共感編倉吉のおじさん方言のすすめ拳、行方楽田くんの隣に二人でヤンバイ疑問、若葉マーク編方言のすすめプロポーズ疑問、結婚式編から荒ぶる魂教習の、鳥取からだらず、新しい言葉ゆっくり歩こうくんのそばにいる、通り過ぎる日々僕の町疑問、贈答編、買い物編中部青年団状況ラグヒッチハイク、 ブルースチューブ連価疑問自動車教習書編チューブ連価疑問おじさん編。ありがとうございます。